皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、俺が尿路結石になった話をしよう、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。スペック、25歳男、身長177、体重70キロから75キロ、職業 SE。今年の夏から一人暮らしを始める。のたうち回るほど痛いと聞いた。俺もあるぜ、痛いよな。ことの発端は今月の初め頃、半年ぶりくらいにホテヘルの予約をして、ウキウキしながら、家出る前に尿してたんだ。出し終わってふと便器を見てみたら真っ赤に染まっていた。血尿なんて生まれて初めてだったし、痛みも違和感も全くなかったからめちゃくちゃびっくりした。あれをつぶさに観察してみたりしたけど、どこかが切れてるとか、そういうわけでもない。血尿が出たのは土曜の夜で、もう病院も閉まってたし、近所に日曜やってる泌尿器科もなかったし、とりあえず痛みもないし、血尿も一回だけだったから、平日は普通に仕事行って、次の土曜に病院に行くことにした。尿管結石はマジで笑えない。癌より笑えない。だよなぁ、男は7人に1人はかかるから立ちが悪い。石が粘膜を刺激するから痛いんじゃなくて、尿道が石で塞がれてタンクが尿で圧迫されるから痛いんだと聞いたわ。へーって感じ。一週明けて次の土曜、近所の泌尿器科に朝一番で駆け込んだ。血尿があること、1年前に溶連菌という病気にかかってたことなどを医者に伝えた。溶連菌、風邪みたいなもんだが、悪化すると腎臓に影響が出る。じゃあとりあえず、人体的負担が少ない検査からしようということで、超音波検査をすることになった。腎臓、膀胱、なんたら動脈と検査したが、この時点ではどこにも影は映っていなかった。エコー検査で見える原因じゃないかもしれないから、血液検査をしようということになり、血を抜かれ、検査結果が出るまで1週間近くかかるので、また来週ということになった。血液検査って高いよな。正直生きた心地がせず、腎臓癌、血尿病気、人工透析、とかでググって、暗い気持ちになってた。ビール飲みすぎるとどうなるの？石の種類によって原因は違ってくるけど、コープリン体は危険因子、あと動物性タンパク質が多めの食事とか。俺がかかった時、膀胱から尿管を移動する痛みは、腹の中で小さな虫に内臓を少しずつ食われているかのような、カミソリでゆっくり内臓を切られているような、感覚だった。いくら気張っても痛みは和らがないし、あんな激痛は人生で味わったことはなかった。あの時は死を覚悟し、親に電話して、今まで育ててくれたお礼を述べてしまったほど。一日置いて月曜の早朝に事件は起きた。まだ日も昇る前の早い時間にふと目が覚めた。寝ぼけつつもなんか腹が痛い気がするので、腹冷えたかなと、のんきに考えて布団をかぶり直したんだけど、十数秒後に痛みが尋常じゃないことに気づく。寒いはずなのに汗がダラダラと出てきて、吐き気もした。痛すぎて覚えてないけど、うめき声も上げてたと思う。例えるなら、腹の中に手突っ込まれて、内臓を全力で握りつぶされてるような痛み。内臓臓筋絞りって表現がかなり近い。二回の経験者の俺からアドバイス。痛みが来れば速攻で救急車呼べ。一般で行くと検査などでかなり待たされて、
その間地獄だぞ。2回目痛かった。俺は1回目よりマシだった。慣れたんかな。近くのクリニックに行ったらジジイババアばっかりで、2時間待ち。待合室で苦しんでたら、ばあさんが看護婦呼んで先に見てあげなって頼んでくれた。エコーしたけどわからず。救急車で別の大きな病院に転送。MRI と血液検査で尿管結石と診断され、肩口から麻酔注射され、意識朦朧としながら点滴受けた記憶が蘇った。尿路結石になりやすいシュウ酸を多く含む食物。ほうれん草、さつまいも、ココア、バナナ。これよく食べるやつは注意な。数時間ほどうんうんうなったり、トイレしたり水飲んだりしてたら、痛みが収まってきたが、気づいたらもう出社する時間になってた。仕事中にまたあの痛みが来たら、人前だろうがなんだろうが、その場にうずくまっちゃって仕事ができなくなると思い、その日は有給を取った。妹も去年尿管結石になったな。数日前から左脇腹から背中が痛いって言ってたけど、化粧してる途中で激痛に襲われたらしく、俺を呼んで廊下でうずくまってたよ。俺、その時メンテー食らってたから、車で病院連れてってあげられないから救急車呼んだ。救急車に乗ってる間も、妹は汗びっしょりで吐きまくってたなぁ。俺、何も手助けしてあげられなくてさ、なんだか出産に立ち会う旦那ってこんな感じなのかとふと思ったよ。例の泌尿器科に駆け込み、涙ながらに症状を説明すると、結石っぽいですねー、とのことで、再度エコー検査をすることになった。腎臓、膀胱を写していると、今度は膀胱に白い米粒みたいなのが写った。前回はたまたま写らなかったけど、これが尿路に詰まって痛みを引き起こした可能性が強いらしい。血尿もこれが内臓の粘膜を傷つけて出た可能性が高い。結石のトゲトゲしい画像のせいで、あれが尿道を通る時に激痛があると思っている人も多いと思うけど、実は結石が尿道を通過する時はほとんど痛くない。結石による激痛がもたらされるのは、腎臓だとか膀胱にある細い管が、結石によってせき止められて、そのせいで尿が流れにくくなることで、腎臓、膀胱が肥大し、周りの神経を圧迫するために激痛がもたらされる。これな、尿道から5ミリの石が出る瞬間は、あ、何か出た、ってぐらいで、痛みはほぼない。思ってる以上に尿道は広いので問題ない。結石が膀胱に落ちるまでは、細い管を無理やり通ってくるからクソ痛い。ただ水を飲むと、石の間に水流ができるので一時的に痛みがなくなる。その時はまだ血液検査の結果が出てなかったから、結石が根本原因だと断定することはできないけど、とりあえずこの結石に対する処置はしなきゃならないということで、とにかく水を飲みまくるように言われた。それと痛み止め2種類、ロキソニンと座薬、出しとくから、また痛くなったら使うように言われてその日は返された。それから1日置いて今週水曜、つまりクリスマスイブの朝。いつものように朝トイレで、先のあたりにチクッと痛みを感じた。まさか出産の時かと、数分粘ったけど、もう尿が打ち止めだったので水をガブ飲みしながら出社準備をしてると、30分後に再び尿意を催した。便器の陸地にトイレットペーパーを敷いて着地点を作り、そこに向かって尿をすると、黒っぽい米粒みたいなのがポロッと出てきた。
ピンセットでサルベージすると、尿路結石って画像検索した時によく出るのと同じやつが出てきてた。発作からわずか2日でのスピード出産である。大きさを測ってみたら、5ミリだった。何ミリ以上だったら割るとか今話題になってるが、俺はエコー検査の段階では7ミリって言われてたけど、割るとかいう話は出ずに、自然排出を待ちましょうみたいな話になったよ。そして今日の朝、血液検査の結果を聞きに病院に行ったけど、特に異常はなく、血尿の原因も、結石だと特定された。その結石も無事出産できて、すっきりと新年を迎えられるというわけである。めでたしめでたし。ただ少し気になるのが、検査するから出たら持ってこいって言われてた結石を医者に渡したら、あれー、こんなに小さいわら、みたいなことを言われた。まさか今回出たやつとエコー検査に移ってたやつは別物。なんてことは、一瞬考えたけど、俺は考えるのをやめた。以上が俺が結石になった話でした。お前ら結石になりたくなかったら水たくさん飲め。1日2リットル以上。コーヒー、紅茶、ココア、緑茶はシュウ酸が含まれてるからダメだ。麦茶とかほうじ茶にしろ。あと、ほうれん草、タケノコ、チョコとかあんまり食べすぎるな。水たくさん飲めばいいのか、マジでなりたくねえわ。尿路結石ってなんで起こるの？結石の原因はほとんどがシュウ酸カルシウムで、ほうれん草とかに含まれるシュウ酸とカルシウムが結合したものが結晶化して結石になるんだけど、結石を防ぐためには逆にカルシウムをある程度摂取することが大切らしい。シュウ酸カルシウムが原因ならカルシウムダメじゃん、とか思うけど、どうもそう単純な話じゃないらしい。シュウ酸とカルシウムを同時に摂取すると、腸の中で2つが結合してシュウ酸カルシウムになる。だけど、腸でそれになると腎臓、膀胱などの尿路には行かずに、そのままになって排泄される。なので尿路結石にはならない。カルシウムを取らずにシュウ酸のみを摂取するとどうなるかというと、シュウ酸が腸から吸収されて血液に流れる。その血液が腎臓に流れていき、尿になるわけだが、尿の中にもカルシウムは含まれる。腎臓でシュウ酸とカルシウムが結びついてしまうと、尿路結石になってしまうってわけ。シュウ酸単体だと、腸から血液に吸収されてしまうが、腸にある段階でシュウ酸カルシウムになると血液に吸収されにくくなり、尿路結石にはならない。つまり結石になりたくないけどほうれん草とか食べたいなら、カルシウムも一緒に取るとなりにくくなる。ほうれん草に鰹節かけるとか、コーヒーにミルク入れるとか、正直家系ラーメンとかほうれん草入ってるし、塩分脂質もてんこ盛りだから爆弾です。俺も大好きだったけどしばらく空気にならない。あとはとにかく水を飲んで尿を薄くすること。シュウ酸が含まれてる食品全部を避けるなんてできないから、とにかく水を飲みまくった方が予防になる。にしても出るまで3ヶ月とか、結構あるのね。俺は症状自覚から1週間ちょいで排出されたから、そんな長丁場になるもんだとは思わなかった。ロキソニンだけじゃなくて座薬の痛み止めもあった方がええで。結石の線痛発作は吐き気も出るから、飲んでも吐いちゃうことが多いらしい。とりあえず水飲んできたわ。コーヒーがぶ飲みしてるからな、意識して水飲むようにするわ。